なに？デートが欲しいです。ね、これ包丁でまとめて切ったら早いんじゃないの？で、なんでこれ一本一本手で切らせんの？仕事せなさいよ、お前。いや、だって包丁でバサバサバサで終わりじゃん。これでいいの？知らんけど。見つて、小さいんじゃないの？もっと大きい、こういうところでしょ。なんで？あ、こう言ったこれでしょ、だって小さいでも前は入れて、あんま小さい言うな。お前はだー、分かった。小さいからね。初めからお前はぐらいって言えばいいでしょ。ねシータン、オクラ、シータン、あのオクラ、お前は何してるの？エビか、エビ皮剥いてる？ちょっと料理するとき、エビの皮剥かないで料理するからさ、食べづらいんよ。これ見て、エビ、ああ、皮剥くでしょ。ラジが3年から。3年じゃない、めんどくさいだよ。お前はだけでめんどくさい。いつもお前はめんどくさいばかりから。簡単でしょ。終わらなきゃダメ。そこもないです。終わらなきゃダメ。皮だよ。はい。今エビ高いでしょ。580ペソ。1キロ？高いな。だから1日のは1200円とか1300円。今何でも高い。安いはないです。はい、ボス。終わった。そして500万の A。何の料理今日？日々ね。あ？日々。あの？日々。日々？うん。何や日々？エンジンの大好きな料理。エビ？ちょっとちょっと水入れる。あの水入れる。ちょっとちょっと水入れる。はい。料理の歌。ちょっとちょっと水入れる。何それ、天ぷらか。そう、天ぷら。忘れちゃった。もっともっと水入れて。水道の水。お腹痛いになるだよ。お前のだけ長い手になる。お前もだよ。だこれない。ハサミ終わったらちゃんと拭いてね。うるさいだ、日本人の誰も。サビるだよ、当たり前。今から油で入れましょう。油の入れ方が面白いよ。見えるかな？油。20ペソ。ほら。
考えられない油の入れ方。油はそれだけ？そう。少ないな。もっと？もっと入れる？油は日本は天ぷらの時いっぱいだよ。お寺のあの天ぷらに。それはないの、うん、エビだけ、うん、あ衣が硬いんだよ、もうちょい水入れないと。まあこれ以上言うとね、こういう顔になるんで。あ美味しそうだな、天ぷら久しぶりだな。美味しいです。もっとだよ、衣だけだよ、それ上がってるの。じゃあ今度は食べるときね、また後ほど。いいね、ちょっと見て終わったから、うん、見るこれ何？全然違う。大丈夫だよ。油切り、紙も何も引かないんだもんな。すごい。じゃあ、天ぷら。ああ、見た目久しぶりやね。これは300です。それじゃあまた後ほど。指みたいじゃない、天ぷらじゃない、フィリピンの天ぷらです。でも味は美味しいだよ。なんだこれ。そしてこれがお母さんが作ったやつ。そしてアコがさっき切ったやつはこれ。あ、これか。そう俺もっと短いやつじゃん。ちげえじゃねえよ。柔らかになる、美味しいね。それパンプキンと一緒じゃないの？んパンプキン。あんまりパンプキンやる。パンプキン天ぷらでもいいんだよ。日本はパンプキン天ぷらあるもん。熱い。つまみ食い。魚の味美味しい。魚もか。ベロもいってこい。ベロもいってこい。ベロもいってこい。どうしようもない。ベロもいってこい。熱いだな。ちっとたかしいるわ。扇風機はまっすぐいつもつかすき、たかしだけ。かすきとこはないです。あっち。もう一個買って、ドラえもん。わがまま真っ赤れだね。もう一個ドラえもん買って。安いでしょ。もう壊れるだよ、それ。貧乏ですけど、簡単化はできない。レッチョンバーベ食べたいです。レッチョンバーベちょうだいです。
天ぷらとインゲンと、これがね、魚、何つったっけこの魚、骨がいっぱいあるやつ。僕あんまこれ、この魚好きじゃないんですよね。これが美味しいんですよ、また。これだけでね、ご飯2杯いける。ラブ味噌ちょうだい。はい、ごちそうさまでした。洗い物担当ティートたかし終了。
なの？頑張れ。ケチャップやん。これ兄弟似てるかな顔。うちのがお姉ちゃん真ん中で一番下ドックス、それの子供。かいかい。ドックスがいくつになるの？いくつになるドックスは？35歳。35歳と39歳。当て前がいくつ？40。でこれの下に弟が一人。弟が？31？32？37？7？あ、じゃあドックスが一番下か。ドックスが一番下か。ドックスねるねるお前当てまいか。おいプーさ、おいなんだ、おいおいプーさ、あの、あやう。おい、雨が降るよ。ウランなままや。